ニャンケー100万の予言。ブライトンに所属する26歳のウィンガー、サントマカウルはプレミアリーグ、ラリーガ、ブンデスリーガーからの関心を集めていると三笘の去就をレポート。そしてプレミアリーグのクラブブライトンは6000万ユーロ約97億円以上のオファーがない限り、彼の放出を認めないと伝えた。ドイツの移籍情報サイトトランスファーマットによる三笘の市場価値は5000万ユーロ約80億円だが、ブライトンはそれを大きく上回るオファーがなければ身を放出するつもりがないようだ。ブライトンは結構うちの目玉商品だから相応の金用意してくれないとおりませんよ。プレミアクラブにとってはかなりお買い得な値段じゃねえの？う。日本人としては三笘悪さめちゃくちゃ見たいな。まだまだプレミアで見たい気持ちもあるし悪さで活躍してるとこ見たい気持ちもある。財政難のバルセロナが90億円も出せないでしょ。出すとしたら相当欲しがってないと。三笘は悪さにとって本当に必要なのか？正直、海外チームで活躍してる二強が見たいのであって、超名門チームに所属してるだけで出番全然回ってこない三笘が見たいわけじゃないんだよね。三笘の悪さは監督次第だけどできればプレミアに残ってほしい。久保の指揮はめっちゃ見たい。フォデンと久保ではロンドンを争ってほしいぞ。